多く平尾2丁目にある西日本鉄道天神大室線の駅である駅番号は T03。ホーム有効長は8両分ある。駅名に社名を冠しているのは、かつて国鉄地区飛線に平尾駅が存在していたためである。相対式ホーム2面2線を持つ、高架駅。出入口、改札は2カ所。駐輪場は、駅前の道路をまたいで、 南区にある。現在は一番線ホーム横の駅ビル側と駅ホーム下に位置する。駅下の改札口ができるまでは、ホーム橋に踏切があり、踏切を通って一番線ホームへと向かっていた。過去には改修工事の影響で、平尾バス停前に改札口が移動したことがあったが、現在は取り壊されている。 2020年度の1日平均乗降人員は1701人であり、西鉄の駅では第13位である。各年度の1日平均乗車及び乗降人員は下表の通り。駅の位置は中央区の南端部にあたり、駅前の道路を横断すると南区に入る。駅周辺は小規模な商店が散在するものの、住宅地としての色合いが強い。 バブル期までの開発によりマンションは多いが、大規模な学校や商業、観光施設が存在しないため、市の中心部に近いにもかかわらず、利用者は、駅周辺の地域住民が中心である。駅前の道路は1925年から1983年まで、存在した国鉄築費線の廃線跡を整備した、築費振動と呼ばれる道路である。 駅の西側約60メートルの場所を、県道31号が、天神大牟田線にほぼ平行する形で通り、駅の東側約600メートルの場所では、県道602号が同じく天神大牟田線にほぼ平行している。駅の北側約150メートルの場所では、県道555号が、天神大牟田線と立体交差する。地区比線。 博多名の浜間の廃止までは、同線の筑前高宮駅が、平尾駅の東側約400メートルの場所に位置し、筑飛線と、西鉄大牟田線の乗り換えが可能であった。当時のホームには、唐津方面の理解、チェンジヒアー4唐津と書かれた看板が掲出されていた。筑飛線と、西鉄天神大牟田線が、立体交差するため、西鉄平尾駅は、 前後の駅と違いコンクリートではなく土を使った築定式の高架駅となっている。1990年代に駅の老朽化に伴う再開発計画が持ち上がったものの用地買収ができず補修工事を行うだけにとどめていたが2004年に駅ビルを建設開始2006年に完成した。駅周辺には西鉄バスの停留所があり小挿さ 野馬、天神、博多駅方面へとバス路線が運行されている。入居テナント、ありがとうございます。